ということで皆さん、最新255話見ましたでしょうか。第255話を一言で言うとすれば、ミゲルとラル大好きなでしょうか。衝撃の展開で X のトレンドにも呪術廻戦が乗るとエグい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新255話について徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第255話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見ていない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第255話のタイトルは人外魔境真珠決戦27。前回第254話では進化切を駆使した草壁がフルオート反射の迎撃居合で宿儺を切り刻み一矢報いましたが、呪いの王にかなうはずはなくダウン。恒星の戦力が尽きたところで現れたのは五条悟と渡り合った男ミゲル。そんな中注目の第255話はミゲルに加え下等一般のラルーも参戦。術式を駆使し宿儺を翻弄、そして黒線を食らったマキと長宗虎杖も加勢し、勝利の兆しがようやく見えかけてきたところで再び知る黒い火花。そんな第255話の考察テーマを聞く。ミゲルとラルーの参戦理由、ミゲルとラルーの術式、五条を上回るミゲルの体術戦、宿儺2度目の国戦、そして領域展開、今後の展開。それでは考察をお楽しみください。人外魔境真珠決戦に参戦したのはミゲルだけなく下等一般のラル。これは以前考察したのがドンピシャで当たりましたよね。詳しくはこちらの動画をご覧ください。ラルもミゲルのように光線グループに属している可能性については過去動画でも詳しく触れており、ミゲルはですね、乙骨の師匠を任されたり、乙骨と共にですね海外に出向いていたので光線と協力関係にあることが予想されましたが、第254話で宿儺の前に現れたので光線に協力していることが確定。またこのグループに所属していると言えるのがミゲルだけではなくラル。ラルはどうすんのよ。こちらにもつかないわ。ミゲルちゃんと同じ、私はただスグルちゃんを王にしたかっただけだもの。第114話において耳なら対ネギトシヒサ須田真奈美の対立が生じた時にラルーはどちらにもつかないとはっきり断言。よってラルーは耳なら側にもネギ須田側にもつかず別の方針を取っていることがわかります。さてラルーが動く時間を稼がないとね。またですね、渋谷地震終盤となる第136話でのつくもゆきのつぶやきからつくもとラルーが協力していると考えられます。そのつくもはですね、死滅界遊兵艇側、すなわち光線側であるので、ラルーもミゲルと同様に光線組とコンタクトを取った可能性が高い。またラルーはゲトウ亡き後組織として機能しておらず、揉めていたゲトウ一派を雄たけびの一括で場を収めるなど、ゲトウ亡き後ゲトウ一派のリーダー的な立ち位置におり、さらに公式ファンブックでもミゲルと同様に芥見先生から強いと明言されているため、実力面でもラルーはですねミゲルに並ぶのはほぼ間違いない。このように渋谷でつくもと共闘していることや、渋谷でのゲトウ一派の論争からラルー自身も光線側に寄った立ち位置にいると考察しました。しかしミゲルを仲間に引き入れる上で一悶着あった様子。乙骨は天元との超重複同化が達成されれば日本のみならずミゲルの祖国にまで危険が及ぶという理屈で、なんとかミゲルを説得し仲間に引き入れようとしていたんです。またですね、乙骨だけではなく五条も乙骨とミゲルの海外進出に出向いていた際にミゲルを説得しようとしていた模様。劇場版呪術廻戦0のラストには原作にはなかった五条が海外に出向いていたシーンが追加されましたが、この時に五条はミゲルを勧誘したのではないかと考えられます。しかしですね、決め手となったのは五条と乙骨の説得ではなくラルーの言葉でした。そしてラルーが人外魔境真珠決戦に参戦したのはミミコ七子の敵討ちや賢者からゲトウの遺体を取り戻すことのみならず、ラルーなりの特別な死生観に大きな理由があったんです。お墓参りに行ってご飯を食べて、じゃあまた寝て手を振るように、一生懸命戦って天国に向かって元気でやれよって伝えましょうよ。ゲトウの墓参りやみんなでの食事、そして帰り際での別れの挨拶、これらは全て日常に溶け込んでいること、そんな当たり前を繰り返すことこそがラルーとミゲルたちゲトウ一般にとっての亡きゲトウへの弔いだったんです。私たちは家族、いつかまたどこかで一緒にご飯を食べるのよ。なぜなら少なくともラルーにとってはゲトウ一派こそ本当の家族と呼ぶにふさわしいつながりだったから。ゲトウがいなくなったとしても家族のようにみんなで食卓を囲み共に暮らし共に過ごす、その家族のような関係性を維持し続けることこそが亡きゲトウに報いる唯一の恩返しだったんです。スグルちゃんが一番望んでいないのは私たちが傷つけ合うことよ。あなたたちはどちらも間違っていない。よって渋谷事変前にゲトウ一派の関係性に亀裂が入り、双方が睨み合う関係性になってしまうぐらいであれば、ゲトウの非術師を殺し術師を守る意思やゲトウの遺体を回収することなど度外視してですね、ゲトウ一派を解散することを選んだんです。あなたと私、ミミコ、ナナコ、マナミ、トシヒサ、みんなただスグルちゃんが好きだった。渋谷か、仇を討てって言いたいのか。またゲトウ一派
パーであるミミコとナナコも殺されてますよね。そして今回ネギトシサや須田マナミもミミコらと一緒くたにしてラルーの口から語られており、その発言を受けたミゲルが渋谷に触れ敵討ちという言葉を出していることから、ミミコらだけではなくネギトシサたちもですね、ジョーゴの極の番員やスクナの福間美氏を避けきれず渋谷で死亡してしまった可能性が出てきました。つまりミゲルとラルー以外のゲート一派は家族たちが渋谷で絶滅したですね、絶望的な状態、つまりラルーやミゲルにとってはゲトー一派の敵討ち、ゲトーの意思を継ぐこと、そしてゲトーの遺体を回収することなどのこれの諸問題や使命はゲトー一派が仲違いし家族の関係性が壊れることと比べればどうということでもないさまつな問題だったんです。ゲトーを王にするためゲトーの生前は新宿京都百鬼夜行で必死に戦ったように、スクナと決死の覚悟で戦うこともゲトー一派にとっての当たり前の日常であり弔いに値することだったんです。友人は多い方がいい、このラルーの言葉に感化されたミゲル、当初は乗り気ではなく乙骨の面倒を見ていたのもですね、新宿で五条が見逃してくれた義理を果たすためのいわば労働に過ぎなかった。しかしゲトー一派という家族を弔うために戦うための戦力としてではなく、例えるなら葬儀に参列する友人としてラルーと共にスクナに挑むことを決めた。つまりミゲルやラルーにとって陣外魔境新宿決戦はただの力比べではなく亡きゲトー一派への死を弔う葬送という側面もあったんです。そして読者の皆さんでも長らく議論されていたミゲルとラルの術式がいよいよ判明。まずラルの術式なんですが、ラルの術式ハートキャッチは術式対象をつかむ、仮想の手は破壊されても何度でも復元可能だがダメージは10分の1で本体であるラルに還元される。明かされたラルの術式の名称はハートキャッチ、巨大な手をホログラムのように出現させ対象物をつかむ術式で、ラルの胸元に2つのハートがついているためか術式の読み方もハートキャッチというラルに関連した名称です。このハートキャッチという術式どこかで見覚えありませんか？そう、全員陣地の巨大な拳を生成する術式ですよね。陣地の術式が描かれたのは第150話です。描写も情報も少ないので詳しいことはわからないんですが、全員家の屋敷を粉々に破壊するほどの広範囲技、対してハートキャッチはスクナを仮想の手で壁に押し潰すことができており、陣地の術式よりも範囲は狭そうですが、瞬間最大威力という面ではハートキャッチはですね、陣地の巨大な拳を生成する術式の完全上位互換です。しかしスクナの斬撃を受けて簡単に破壊されているのであまり強度はなさそうなんですけど、ダメージも10分の1がラルーに還元されているので陣地の術式よりも使用時のリスクは高そうで安定さに欠けるんですが、その分利便性と瞬間威力に長けていると分析します。またスクナの至近距離の回から瞬時にウイウイを救出できているので術式発動のスピードもとんでもなく速そうで、もしかすると仮想の手では場所を選ばずどこでも好きな空間に瞬時に生成できると思われ、地味なんですけどもサポート役として使い勝手が良さそうです。そしてつくもが渋谷でラルーと共闘しようとしていたのも頷けるようなサポート面に特化した術式。次にミゲルの術式について、ミゲル・オデオールの術式ハクナ・ラーナ、肉体で刻むビートは呪いを退け自らの身体能力を向上させる。ミゲルの術式はハクナ・ラーナ、肉体でリズムを刻んで身体能力を上昇させ相手の呪術の威力を下げる術式であり、五条が言うにはですね、領域なしで自分と相手のバフとデバフを引き出す能力とのこと、よって呪いを退けるという効果は相手にデバフを与える効果だと考えられ、スクナの呪力出力や呪力量を減衰させる効果があると言えます。またハクナ・ラーナは無加減術や特殊の掛け棒術といった超強力な術式と比べたら地味な印象なんですけど、やはり術戦において一番大切なのは術のような絡め手ではなく肉弾戦です。おおむね同意だね。術師同士の戦いでも最後に勝敗を分けるのは肉体の強度だ。第201話で賢者も語る通り、スクナや五条賢者など作中最高クラスの猛者の中で体質面で弱いキャラがいないため、やはり肉体の強さや肉弾戦こそが勝敗を分ける境目です。よって地味ながらもミゲルのハクナ・ラーナはかなり強力な術式と言えます。また今回ミゲルの術式が体でビートを刻むことで発動するものだと明かされたので、アフリカのビートを元にさらにハクナ・ラーナを深掘りしていきましょう。アフリカのビートで有名な民族舞踊といえばやはり西アフリカのザウリダンス。男性が美しい女性をイメージしたマスクをかぶり村の催し物などで行う踊りであり、何より高速のステップが見どころ、軽快なリズムに合わせ足を高速に動かします。ミゲルも術式発動中同じように高速のステップを踏んでいるのでザウリダンスがハクナ・ラーナのモデルだと言います。また余談なんですけども、このハクナ・ラーナという術式は性質上歌や踊りなどに深く関わっているのでビートが増幅すればするほどハクナ・ラーナも強力になるでしょう。
術回戦ゼロ以来たびたび最強議論に上がっていたミゲルの戦闘力がついに判明。前々から散々ミゲルの肉弾性の強さは作中内でも強調されてましたし、このチャンネルの過去動画でも触れてきたんですが、待ちに待ったそんなミゲルの身体能力はなんと限定的ながらも5条以上だった。ここでミゲルの身体能力について考える前に、基準となる5条の呪力強化込みでの身体能力がどんなものなのかまとめます。まず5条が術式なし、呪力強化のみの身体能力で戦っていたのは渋谷での対決。そしてこの男、無加減術を解いている。第85話、ジョーゴと花見、長宗を相手にするために五条は無加減術を使わずに単純な呪力操作と対術のみで戦っています。基礎的な呪力操作と対術でこのレベル。五条悟、貴様は何を持ち得ないのだ。この時の五条は無加減術を使えてないので、青の引き寄せる反応で都市空間の威力を上昇させていません。にもかかわらず五条は呪力操作、身体強化術のみで特級呪霊花見、ジョーゴ、真人の3人を相手にして、さらに長宗の援護がある状況でも優位に立ち回っていましたし、周りに非術師がいなければ確実に全員払うことができたでしょう。ではそんなジョーゴの強さはどれほどなのか。公式ファンブックの情報によると、賢者ならばかなりしんどいがジョーゴ、真人は倒せるようです。しかし怠慢ならという条件がついているので、ジョーゴ、真人、花見のうち2人以上で襲いかかってきたら賢者は負けると解釈できます。そんなジョーゴらに呪力強化術のみの対術勝負で五条は圧倒してしまった。つまり無加減術なしの五条でも実力は賢者より圧倒的に上とですね、呪力強化のみの五条の強さが分かったので、ここで話をミゲルに戻します。注目したいのは五条のセリフ。僕とミゲルが術式なし、呪力強化ありの身体能力で競ったら、線の動きなら勝てるけど点の動きなら多分負ける。なんとミゲルは賢者よりも強い呪力強化のみの五条に対し、線ではなく点の動きなら勝っているとのこと。点と線の概念については格闘技漫画を読んだことがある方なら聞いたことがあると思いますが、改めて説明すると、武術を習得するにあたり意識すべきことは点、線、面の概念とされています。ざっくり言うとですね、パンチや蹴りなどの打撃が当たるポイントは点、剣で切ったり手刀を当てるのが線、体当たりなどが面です。また直線に動くと線、回るような動きをすると面とも言いますよね。例えば初めの一歩や馬騎で出てきたワンインチパンチは勢いをつけたり振りかぶったりしない点に特化した攻撃です。つまりフィールドを広く使って勢いをつけた攻撃ができれば五条悟が有利、密着した打撃戦になればミゲルが有利とも取れます。まとめるとミゲルの点の動きと強さとは、超近接戦での打撃戦なら五条以上と読めます。そのミゲルの超強力な体術を支えているのは白なラーナだけではなく、なんといってもミゲル自身の肉体強度なんですよね。やっぱおっかないのはその肉体だよ。術師は9割9分日本の人間だからね。その中でも日本では珍しいフレームやフィジカルを持つミゲルが呪力強化を備えているだけでこっちとしては脅威なわけ。黒人系の体格は他人種と比べても大きく中枢の筋肉が発達しており、効率的にパワーを発揮できる筋肉がついてますよね。また肉体のバネの強さもトップクラス。よっていくら4本腕により非常に恵まれたフィジカルを持ったスクナでも、種族レベルでですね、世界最高峰のフィジカルを持つミゲルには部分的に見れば体術面で劣ってるんですよね。ミゲル、ラルに加え、スクナの国戦から復帰してきた牧に、イタドリと長宗も加勢。やっと小さな勝機が芽生えてきたところでですね、またしても絶望展開が待ち受けていたんです。五条悟は二度の国戦で失った反転術式の出力を取り戻した。呪いの王は。ここで気になるのが、二度の国戦を決めた結果、スクナはどうなるのかということです。では、スクナ以外の国戦を決めたキャラをもとに、スクナがどうなるか考えます。まず一番の例として挙げられるのは五条。陣外魔境新宿決戦で4回の国戦を決め、反転術式の出力とボルテージを向上。次に真人。真人は国戦を決めたことで 0.2 秒の領域展開や変節速冷体というですね、新技、発展技を成功させましたよね。つまり国戦を決めた五条や真人は、五条のように反転術式や呪力強化など基礎的な要素の向上に加え、真人のように1段階呪力の革新に近づくこともあるんです。なのでスクナも連続国戦を決めたことがパワーアップや呪力の革新に近づくきっかけになるはず。となるとですよ皆さん、誰もが思いつくのがマコラからラーニングして習得した世界を立つ斬撃です。少なくとも今は使えないとされている領域展開福間水氏、あるいはなぜか使っていない渋谷での炎ボックス風が、現状世界を立つ斬撃に関してはかなり重い縛りが発生していることが分かっています。本来閻魔天の勝因のみで発動できたはずのところ、五条に対し片腕が欠損した状態で使うため、その後の発動に対し無理やり縛りを追加していたんです。新たに追加した縛りは樹脂の栄翔と主将での術式の指向性の決定の2種類、前者は
流輪、反発、つがいの流星の三節を唱えることで、後者は長江に斬撃を飛ばすことであり、これまでの世界を断つ斬撃の描写に合致しています。そして現在スクナはですね、腕2本を切り飛ばされており、実質世界を断つ斬撃を使えない状態。ただこれに関しては反転術式の出力が完全なものになることで、灼痕刀で切られた腕すら魂の輪郭を知覚した反転術式で再使用可能になる可能性や、呪力の核心に近づくことでそもそも縛りに何らかの変化が訪れる可能性があります。つまりスクナが来週以降で世界を断つ斬撃を発動する確率は、傷の状態や発動条件の視点からもとても高いんです。ただし今回のラストの字の文をもう一度思い出してください。五条悟は2度の国戦で失った反転術式の出力を取り戻した。呪いの王は、これはですね、スクナが連続国戦を決めたことによる効果は五条とはまた違った効果をもたらすと読み取れますよね。となると残り2つの切り札、両剣界含まみずしかボックス画に連続国戦の影響が訪れる可能性がかなり高いです。今回世界を断つ斬撃の詳細が明かされたので、味方側のキャラの安否を確認し、残存戦力を考えます。まず乙骨、結論から言うと乙骨に放たれたのは世界を断つ斬撃ではないため、おそらくは生きていると思います。その根拠となるのが弾薬51話の発動シーン。先ほども語った通り、世界を断つ斬撃の発動には樹脂の栄章、閻魔天の勝因、思考性の決定の3工程が必須。乙骨に向け発動した時には右手をピストルのような形にして向け、思考性の決定という条件は満たしており、また樹脂はきちんと栄章されてます。しかし問題なのが閻魔天の勝因です。この時ですね、スクナは下の左腕を切断され、下の右腕は乙骨の刀で切り裂かれています。なので使えるのはリカに掴まれている上の左腕と上の右腕のみ。そして指向性を決定するために右手でピストルの形を作っているので、自由に使えるのは上の左腕のみです。閻魔天の勝因には両手が必要なので、片腕一本ではどうしても主演が結べない。よって閻魔天の勝因というですね、条件を満たしておらず、世界を断つ斬撃ではないことが分かってます。なので乙骨に向け放ったのはおそらく強化されただけの回、重傷ですがおそらく死んでいないと思います。次にラル、国戦の威力は通常時の 2.5 乗ですよね。そんなスクナの国戦をラルが受け、フィジカルギフテッドでもないラルが耐えられるとは思えず、今回で死亡していないにしろ大ダメージを負って下手すると再起不能になった可能性が高いです。と考えると、明確に戦力として数えられるのは虎杖、長宗、マキ、ミゲル、そして遠方にいるメイメイの5名。来週はこの5名で世界を断つ斬撃が再び発動可能になったスクナに対し、どうにかいなしつつ虎杖の魂を捉える打撃でもう一度伏黒救出にチャレンジする、そんな展開が予想されます。また余談ですが、ミゲルが参戦条件として領域が使えない状況を挙げているので、ミゲル本人は領域展開を習得しておらず、またですね、簡易領域などの領域対策もですね持っていないと考察。そのためですね、光線側に領域を展開できるものがいなそうであり、乙骨の心眼相愛内のような完全に光線有利の環境で戦うことができず、決め手にかけるといったところです。戦況を変えるためにも、やはり五条に接近戦で勝つとまで評されたミゲルのさらなる切り札か、あるいはですね、さらなるサプライズ参戦がないとこの消耗戦を制することはできないと見ていいでしょう。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。